カーブです。このカーブが鍵に、で直球へ来た。ここは三振切りから石がまず藤原に対して得点としては軌道の開始からのスタートです。まあ、でもねその前に石原です。そうですね、はい、ここは直球で仕留めました。ちょっと押しづらいですよね。さあ今度は落として三振、チェンジアップでしょうか。中村翔吾三振で2アウト。三振はこれで串3つ目がいいですよね。さあここは見えますからね。ここは抜いたボール、串がいい。この回は変化球を投じてきています。そういう思いもあると思います。でも今ねメンバーというのは、ね、しっかりとこう結果というものを、ね、出していかないとというところがありますし、そうですね、市監督からの、ね、コメント。直球いって見逃し三振。中村としては低いという判定だったか。ここは7つ目の三振です。それとその前にそこできました、スイングを取られました三振です。三振でした。この爪の奪三振毎回でありますからね。本当に勝ったんですよね、はい、大きなカーブでした。2桁10個目の奪三振です。今シーズン1記念の奪三振なんてよく見えるんですよ。打席で入ってるとそして直球で緩急も使っています。三振11個目。このカーブがね頭にあると、本当にこのまっすぐっていうのがね振り遅れたりしますからね。今日のただ傾向としてカーブをやはりカウント球というところでしょうかね、はい、もう圧倒的に左バッターに対してはね直球で三振12個目です。止まりません岸。本当にこの2ストライクから投げるこの有効性のボール、チェンジアップ三振です。13個目。バックコントロールの柔らかさっていうのはね強い思ってました。ここはピッチャーゴロ、ワンドリキューで直球です。難しいショートゴロ、一気に渡ってツーアウトになります。内容が課題になってきますからね。加藤も初球を打ってセカンドゴロ、6対0、試合終了。岸が完封にあったピッチングでした。115球目。岸はこの ZOZO バッグでは水を得た魚のようにスイスイとピッチングをしていきます。